このライブが終わった後に音楽業界で この話で持ちきりになっているんじゃないかなと。あのもう人生がかかってる。言える範囲での見どころはやっぱりもう序盤のかましかな。あのハードルをこう散々に上げてしまったんで、割と序盤にもうそのかましが集約されてて、それは本当にね見どころだと。ああこんなライブはなかなか見たことがないぞっていうものにはなってるんじゃないかなと思います。多分想像してないクオリティを、想像してないものを見せられると思う。ハードルをこう上げてきたけど、やっぱこれハードル上げざるを得ない。あのもう人生がかかってる。生だと感じられないものを作れるのがオンラインライブの良さだと思うから、単純な生放送じゃない。このライブが終わった後に音楽業界でこれのライブはあのもうこの話で持ちきりになっているんじゃないかなと。 SKY-HI でした。